続きまして赤コーナー、うなぎさやか選手の入場です。昨年のシンデレラトーナメント、怒涛の快進撃を見せ、ベスト4にまで進出したうなぎさやか。もちろん今年はてっぺん、頂点を目指すのみ。シンデレラ歌舞伎への道、第一歩を踏み出しました。宇宙にかける歌舞伎者が、今年のトーナメントにかける思いは強い。赤コーナー、小鳥クエンゼルス、168センチ、54キロ、宇宙にかける歌舞伎者、うなぎさやか。さあ見せるか、頂点まで花の短期がけ、コズミックエンジェルズ、うなぎさやかです。レフェリー、ジュース作動。